花子ちゃんの番組のノイロンとテンション上げ上げ、こんにちは花物でゆゆゆゆゆゆゆ。今回ですね、前回ノイロンがほのぼのに10個質問したんですけれども、うん、今回はほのぼのからノイロンへ10個質問をしていただきたいと思います。それでは質問していきたいと思います、はい、まず一つ目です。はい、ノイロンさん、服はいつも主にどこで買ってますか？すいません、前のノイロンがほのぼのに質問した時の動画見てくれた方は分かると思うんですけども、身長と体重を聞かなくていいんでしょうか？じゃあお名前、身長、体重、年齢、誕生日の方よろしくお願いします。5個の質問が来たよ。ノイロン、身長は153cm、かっこ4月に測ったよ。身長は153cm、はい、そう。体重は 39.9kg、 イエーイ。でもその時は朝ごはん食べてなかったので、多分ご飯食べたらもっと太ってると思います。そして年齢は16歳、誕生日は4月14日です。おめでとう。誕生日の時おめでとうコメント全部いっぱい読ませていただきました、ありがとうございます。それでは次ですね、はい、あの先ほどの質問です、はい、服は主にどこで買ってますか？最近は109によく行くようになって109で買ってます。特にワンスポとかニコロンとかそういうので買ってます。うん、ニコロン着てるとこ見たことないな。あります。ほのぼのは別にあなた聞いてないなので渋谷と原宿がほとんどです。はい、たまにファストファッション、 H&M、 ザラ行きます。特にザラが大好き、フォーエバー21愛してますこれ何じゃあ続いてですね、はい、笑顔の秘訣は何ですか？視聴者さんです。視聴者さんだそうです。視聴者さん、視聴者さん、視聴者さんからの温かいコメントです。はい、それでは続いていきます。はい、その顔が白い秘訣は何ですか？ファンデーションです。結構ファンデーションです。一番お気に入りのコスメは何ですか？3つほどあるんですけれども、実はですね、ウームさんから誕生日プレゼントで今捨てるんですけど、ジュルチアーツのネイルを2個と、ノイの前からずっと愛用しているこちらリップクリーム、ジュルチアーツね。うん、なんとですね、こちら同じものを視聴者さんからもいただきまして、視聴者さんからいただいたのを使っててめちゃめちゃいいってなってなくなりそうになったんですけれども、なんとウームさんから誕生日でいただきました。視聴者さん、ウームさん、本当にありがとうございます。そしてもう一つありまして、めちゃめちゃ可愛いの、これでべーん、キットカットのアイシャドウ、これも視聴者さんからいただきました。本当にありがとうございます。どれだ、香水もめちゃめちゃ可愛かったです。こんな感じです。めっちゃ可愛い。もったいなくてまだ使ってないんですけど、眺めてます、めっちゃ。しかもここら辺はノエのめっちゃ使ってる色なんで、しかもチョコの匂いするの、これちゃんと。そう、香らして、めっちゃチョコの香り。キットカットじゃん。キットカットです、ありがとうございます。あの、ついでに持ってきたんですけど、ノエの YouTube の中の人とチャンネルについて半年間ぐらいお勉強させていただいたんですけれども、そのプログラムが終了したということでこちらいただきました。1つ目、これめっちゃいいよ。 YouTuber はめちゃめちゃ嬉しいね、これ。多分これね、お湯なんかやったら多分出てくる気がするんだよね。 YouTube 再生ボタンマーク、飲み終わったらチャンネル登録、皆さんチャンネル登録してください。ももかちゃんがめっちゃ欲しがりそうね。コップだもんね。次、ほのぼの紹介していきます。なんで？これほのぼのが使う予定のパスポートケースですね。ほのぼのが使うスポートケースですね。ほのぼのもこの6ヶ月の期間中に YouTube スペース行ってお勉強したりしてたんで、そのご褒美かな。で、ご褒美に、お疲れ様でした。私 YouTuber です、こうやって歩こうかな。ほのぼの YouTube スペースで勉強したとか言ってたけど、ほぼりくちゃんと遊んでたんですよ。りくちゃん本当に面白いです。それは知ってる。じゃあ次の質問、それでは次の質問です。最近これやりたいなっていう企画ありますか？香港ディズニー行ってみたと、服を作って販売してみたです。絶対販売は無理だけど作るの頑張ってくださいえ、香港ディズニーの動画はほのぼの番組の方でいっぱい編集して上がるので皆さん見てください。夢叶っちゃいます。続いての質問です。ヌヌはシートランドどっちが好きなんですか？せーの、せーで、ランドですよね。もう分かっちゃってるんで、姉の心は。なんでランドの方が好きなんですか？せーの、せーで、スペースマウンテンがあるから。なんでほらね。続いてですね、ディズニーランドの中での映えスポットを教えてください。映えスポットは
知らないよ。もうディズニー全体が映えてるから言っとくけど、本物はトゥーンタウン。ここ最近ディズニーに行ってトゥーンタウンに行ってないだそうです。で続いてですね、お魚の中で一番好きなのは何ですか？お魚の中でお魚の中で何が一番好きですか？ジムザメ。ジムザメジムザメも好きなんですけど、最近は生きてるシーラカンスを見たいな。いやもうかぶせてくんのやめて。そうです、生きてるシーラカンスですか。大阪で好きなところはユニバーサル。それ聞いてないです。ユニバーサル今度一緒にフランクジンスン。あ、いいですよ、フランクジンスン全然乗ります。ダイナソーだよ。うん、いいよ。え、これだよ。全然いいよ。ほのぼの、とりあえず私ハリーポッター乗りたい。続いての質問ですね、はい。今一番作りたいものは何ですか？そのさっきも聞いてた。せーの、せーで、服でしょ。私いらんくない？だそうです。で最後、ヌーヌーさんといったらピアノなので、スペースマウンテンがあるところのあのエリア、トモローランドの、トモローランドの曲を弾いていただきます。じゃあ持ってきます。あ、いいですか？はい。じゃあもうすぐ充電切れる。中の曲。じゃ、これじゃなくて、あのアリエルの中の曲がこの、これなの。まあ、いやいや。じゃ、普通に。トゥモローランドでお別れしましょう。はい、さあ、はい。香港ディズニー行きたーい。マリオの下。早く行かないこれで。ということで、無敵になったほのままでお送りしました。アウトブスクリーン。